者により混乱した大宇地方に勇者が駆けつけ平和が戻る。そんなストーリーで自衛隊オリジナル曲として作曲された一つ目の演奏曲、七色の王国。この音楽祭りで演奏される数々の曲は、そういったオリジナル曲のほか、既存の曲を自衛隊の作曲家、編曲家たちが手を加え、この日本武道館での演奏を最高のものにするためにアレンジを行っています。一曲に込めた思い、その一小節に込めた思い、積み重ねにより生まれる大きな和の響きを奏でます。Thank you.
日本国旗が入場いたしますので、ご来場の皆様はどうぞご起立ください。日本国歌の演奏です。ご来場の皆様も演奏とともにご唱和ください。
陸上自衛隊中央音楽隊隊長武田明一等陸佐でした。そして本日はこの会場にロンドンオリンピック出場そしてメダルを獲得した4名の自衛官アスリートが来場しております。レスリング女子48キロ級金メダル小原ひとみ、レスリング男子フリースタイル55キロ級銅メダル湯本真一、レスリング男子66キロ級金メダル米満達弘、そしてボクシング男子バンタム級銅メダル清水聡です。それでは一言ずつご来場の皆様へご挨拶を申し上げたいと思います。女子レスリング48キロ級小原一位です。オリンピックの際はロンドンまで届くたくさんの応援本当にありがとうございました。日本代表そして自衛隊代表として戦えたことに誇りを感じ、そして金メダルを取れたことに皆さんに感謝したいです。これからは海上自衛官の夫とともに一位自衛官として頑張っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。レスリングフリースタイル55キログラム級代表湯本兄です。ロンドンオリンピックでは、皆様の応援のおかげで、こうしてメダルを取ることができました。ありがとうございます。これからも自衛隊の代表として、頑張りますので引き続き応援よろしくお願いします。それとですね、隣にいる米満選手が、ここに、来るのをすごく楽しみにしていて、これから何かしてくれるということなので皆さん期待してください。それでは、自分たちオリンピック選手ということなので、体を使った、演出をしたいと思っています。はい、お願いします。ほっ、よいしょ、はい、フランス選手たちが大丈夫です、はい。レスリングは4年スタイルです、応援ありがとうございました。自衛隊に9回も持って帰ることができました。応援ありがとうございました。ボクシングバンタム級、清水彩です、今バク転をやられたので僕はもうあと何もすることはありません、はい、やっても多分滑るだけなのでやっておきます。本当に、このメダルは、皆さんの本当に多くの応援のおかげでこうやって自衛隊そして日本に持って帰ることができました。本当に多くの応援ありがとうございました。今日は日本のトップレベルの音楽がここで演奏されるので、それを皆さん、楽しんでください。今日はありがとうございました。オリンピック出場の自衛官アスリート小原ひとみ、湯本真一、米満達弘、清水聡でした。